オスターブル県は、ドイツビュルテンベルク州ネッカーオーデンバルト郡に属す、小都市。リーメス沿いに位置し、ローマ時代の出土品が多く発見されることから、ローマ都市とも呼ばれる。地域は、オーデンバルトとヤクスト川渓谷の間、標高240メートルから392メートルの、バウラント地方、キルナウ川の流域に位置する。オスターブル県は、ボフスハイム、ヘムスバッハ。 オスターブル県、シュリーアシュタットの各地区からなる。現在のこの都市周辺の地域には、紀元前4000年頃の新石器時代に初めて人が定住したと考えられている。150年頃に、ローマ人はオーバーゲルマニッシュリーメスをはじめとする国境の防衛施設を造営した。継続的な定住が始まったのは、260年頃の アレマン人からであると推測される。オスターブル県は822年に初めて文献上に記録された。市東会は1236年にゼリゲンタール修道院を創設した。リー・ローテ家の最後の白が亡くなった後、オイノ・ウルリヒ2世・フォン・ハーナウがオスターブル県のブルクハイムを獲得した。皇帝カール4世は1356年1月9日の ニュルンベルク帝国議会で、オスターブル県に、都市圏及び市場開催権を与えた。ウルリヒ4世は、オスターブル県を1376年に、マインズ大司教ルートビヒに売却した。1463年、マインズ司教区フェーデの際、オスターブル県は、戦略上意味もないのに包囲された。1552年の辺境白戦争で、死党派修道院は破壊された。 30年戦争の終わりにはオスターブル県も戦場となりペストが蔓延した。帝国代表社会議主要決議によりオスターブル県は来人間綱領の都市となり役所が置かれた。3年後にライン同盟でこれが解体されるとこの都市はバーデン大綱領に編入された。最初はオスターブル県に行政局が置かれたが1826年には アーデルスハイムの行政局の管轄に移された。1848年3月の革命では、オスターブル県でも、革命側のボートが、来人間公のマリエン兵衛農場を焼き打ちした。オスターブル県には、ローマカトリックとプロテスタントの教会組織がある。オスターブル県の市議会は、16議席からなる。キリアン教会。 ヘムスバフハ地区の聖マウリティウス教会オスターブル県近郊に2005年にユネスコの世界遺産にローマ帝国の国境線として登録されたオーレティシャリーメスの一部であるローマ時代のオスターブル県城塞及びその周辺遺跡がある。付け城、ボリ、神殿を持つこの風評帯の城塞は南西ドイツにおける最も充実したローマ。 帝国植民地の遺跡の一つである。城塞の浴場跡は発掘後博物館に収められた。博物館ではオスターブル県で発掘された貴重な古代の出土品の複製も見ることができる。この中にはミトラ神を彫ったレリーフもある。オリジナルな出土品は現在カールスルーへのバーデン州立博物館に 収められている。オスターブル県ローマ博物館は2006年にリーメスインフォメーションセンターとして改築拡張されリニューアルオープンした。この博物館はバーデンビュルテンベルク州立古代史博物館の外郭施設となっている。かつての来人原稿のマリエン平野城跡に2004年にヒストテイメントパークアドベンテンがオープンした。 これは広さ40ヘクタール以上の敷地に古代史を体験できるアトラクションを設けた歴史テーマパークで、キバジアイ、中世史上、魔法使いの夜といった施設がある。オスターブル県の中心にカトリックのキリアン教会がある。歴史的な章島は1846年の先代の建築から引き継いだ部分である。この教会は、 1970年から1974年にコンクリートのファサードに何枚ものレリーフ彫刻を埋め込んだコンクリート建築として建設された新しい建物である。教会の近くに立つ15世紀の基礎を持つ首都はこの町のランドマークである。この他のオスターブル県に残る歴史的建造物には1748年に かつては貧困者墓地の建物であったブルネン地区の八角形のキリアン礼拝堂やその近くに中世から立つ種の水車小屋などがある。オスターブル県区の外の重要な建築物としてヘムスバフ博の聖マウリティウス教会がある。この教会は1281年にはすでに記録が残された教会で19世紀までは巡礼地であった。バーディシュランデスビューネが 定期的にバウラントハレで、客園公演を行っている。オスターブル県には、連邦アウトバーン A81 号、シュトゥットガルト、ハイルブロンビュルツブルグ線の同盟のインターチェンジがある。この他に、連邦道 B292 号線が市内を走っている。オスターブル県は、鉄道の接続ポイントである。 フランケン鉄道シュトゥットガルトビュルツブルグ線とネッカーエルツオスターブル県線がここで接続している。後者については、この町がラインネッカー S バーン S1 系統路線の終着点である。過重飲料メーカーエルビンディーツ g m b h がオスターブル県に本社を置く。この会社は酒造メーカーカールスバーグの子会社である。オスターブル県には、 通常の基礎学校、本科学校のほか、ギムナジウムと実業学校がある。また、養護学校アシュトリトリンドグレンシューレもある。ありがとうございます。